はい、お待たせしました。それでは選手の準備は整ったようですので、4回戦の戦いの模様をお届けしてまいります。第12期プロクイーン決定戦ベスト8 B 着4回戦東杯の開始です。はい、4回戦はトンちゃんにカヤモリ、ナンちゃんにワクツ、シャーちゃんにアズマ、ペイちゃんに内山という並びで開始しています。トン1局ドラーパーピンです。さあ、勝俣さん、はい、ここまでの戦いでもうちょっと3人の戦いというか、もう 上2人と下2人みたいな点差に今はなってるのかな。まだカヤモリにはチャンスはあると思うんですが、内山はかなり厳しい位置に、はい、そうですね、はい、まあでもあの厳しいことは厳しいですけど、はい、まあ、それを踏まえて残り2回、はい、あの2着以上を目指して戦っていくしかないので、さ、ポイント差が出ました。はい、茅森さんが 56.7、はい、56.7 ということは、まあ、少なくとも、はい、あの30ポイントぐらいにはしときたいんですよ、最終戦を迎えるにあたって。はい、なのでこの半チャンで20ポイント強詰めたいですよね。はい、もうかなり最後までの距離感を測りながらの戦い方にしていかないと。そうですね、苦しいというところですよね。まあ、内山さんは、はい、そうですね、7万点のトップで2連勝ぐらいですよね、ざっと。はい、でも7万点のトップで2連勝っていうと、はい、まだまだいけるなって感じですよね。あ、なるほど。だって過去にあるじゃないですか、7万点で2連勝したことぐらいだったら。まあ、ただかなり厳しい状況ではあるということですね。まあ、そうですね。はい。アズマはソウズの本一模様、内山ここドラドラの手牌が入ってます。まあ、逆にあのアズマさんは久津さんの2人は、はい、まあ、この半チャンでカヤモリさんより着順が上になれば、はいはい、まず大丈夫だろうって言えるようなポイント差ですんで、はい、そこを目指していきますよね。うん、こうなるとあのアズマとワクツが、まあ、あの自分たちの利害の一致があれば、まあ、当然考えられますよね。協力し合うというようなことも考えられますよね。さあ、東ソウズが伸びていきます。今のトイツ落とし、シャマはここでウーピンを引き入れます。チャンスですね。はい、今はつもぎり普通は見切ります。まずまあより広いいいシャンテンになります。シャマコテンパイです。リーチいかない。単品ドラドラスチマンのテンパイです。ここやめても選択しました内山。まあ、ポイント状況でいいってリーチいっちゃいたくなりますけどね。そうですね。東ここでシャアの取り戻しで鎮逸へと向かいます。天敗、はい、リーチ打ちました。サブローピンの天敗。いや、これで内山さんつもぎりリーチ面白い。あ、しかしこのローピンはしょうがない。あ、リーチ行かなかったですね。リーチ行かなかったですね。これはまた手配となりました。はい、リーチのみですね。1300の上がりです。内山は闇点に構えましたね。そうですね、かなり点数がマイナスなので、はい、まあ、少しでも多く加点したいと思ってリーチに行くかなって思ったところだったんですが、まあ、考えられることとしては、はい、茅森さんから見逃すつもりだったかもしれないですね。あの茅森さんがラスになってしまっては自分が大きなトップを取ってもポイント差がそうそうつまらないので、なるほど、もうトン一局ですけど並びを作りに行かなければいけないっていうふうに思ってるかもしれないですね。なるほど、はい、
さ、内山ドラがあんこで入っています。シャーチャでシャーのドラがあんこ。なので今回は内山さんは面前で転配したら、はい、生天で満願でもリーチいく可能性はありますよね、はい、なるほど。いや嘘斬り、想像の美をちょっと否定するような。嘘斬りとなりました内山。これはちょっと狙いが分かんないですね。まあ一日さんの3色を見てるのは間違いないと思うんですけど、まあ、それにしてもチーピンないしローマンでもいいですけどね。柔軟に行くならあの段階でペン3枚払う手もあったと思います。おっと、そのここで断面出す恨みになってしまいます。自敗を抱えてマンズの方について向かっていきます。内山はちょっと 手配がドラさんのチャンスだけにものにしたいところなんですが、ちょっと狭いような手配になっています。2ピンを引き入れてここで転配、先ほど転配ドラズをしていたんですが、うん、サブロピンの転配になってリーチをしました、ね。まあ、本当はリーチ行きたくないんですけどね、うん、今もちょっと嫌そうに、はいはい、まあ、比較的ピンズは安いんですけど、はい、そんなにピンズが安いのに3ピンがションパイっていうのが不安要素なので、まあ、実際今回は3枚山にいるパターンでしたけど、はいはい、まあ、あんこで持たれている可能性とかもあるなって思いやすい馬強なので、はい、うん、それも含めてリーチ行きづらかったんですけどね、うん、まあでも狙い通りの両面転配になりましたし、はい、親ということもあってリーチ行きましたね、はい、でもやっぱり枠さんとしては戦いのメインになってくるところは、はい、かやむりさんより上の着順でこのハンちゃんを終えるっていうことがテーマなので、はい、2000点のリーチのみの手配では、はい、そのリスクを取りすぎなのかっていうところが迷わしたところでしょうね、はいはい、失礼しました。ちょっと内山の点数が、31,300点になってしまってますが、これは間違いですね。すぐに訂正します。さあ、このサブローピンはまだ山に、3枚ですか4枚ですか、現状3枚ですね、持っています。これうちはまあ仕掛けを入れます。カンディアンピンで1位、ウーピン短期の転配でシャードラさん。さあ、この3ピンは、枠靴の当たり配となってしまいます。リーチ、裏ドラが1枚ですね。3900の上がり。かやむりさんにとって苦しい展開ですね、はい、これだとかやむりさんは自分がトップになったとしても、はい、トップ3着っていう形しか作れないですからね。内山がもうちょっと手広く手配進行していればまた展開は違っていたかもしれないんですが、若干ちょっと狭めの手配進行となったのがゆえに、ソーズなんか引いてましたっけ、ソーズは伸びてないんですが、マンズが、まあでもローマンを置いといてペン3万払うのはちょっと難しいですからね。
果的にはワクチンの上がりとなりました。そしてワクチンの連チャンです。トーン2曲、1本場ドラはパーマンです。まあ、クツさんは2曲連続、はい、あのまあ、後継という狙いができたので、はい、あのリーチのみと打点はないですけど、はい、まあ、そのうまくリスクを負ったのがうまく成功した形ですよね、はい、だからこの後の戦い方がすごく楽になるんですよ、うん、先にリスクを負ってそれが成功したので、はい、次からはあんまりリスクを負わないでいいんですよね。なるほど、はい、そこが狙いでもあるわけですよね、うん。まあ、必ずどこかではリスクを背負わないといけない局面が出てくる。そのリスクの背負いどころを、まあ、早めに消化したというような、まあ、両面転敗ということで折り合いをつけたということでしょうね、うん、はい。ここは今と妻を入れ替えて1、2、3の3色ちゃんと見ながら背を早く進めていきます。今度はもう決めに行くリーチですよね。はいはい、枠2からリーチがありました。イースーソーリーチ、白のリーチです。このイースーソーは山に5枚生きています。邪魔リーチを受けてここはパーソー切り。ここは積もりました。リーチ積も白。裏ドラは乗りません。ここは2000は、2100オール。この上がりで金粉もどんどん離れて。そうですね。はい。バックスが一人抜け出したような点数状況になりました。4局2本場バックスの親の連チャンです。ドラはスーマンです。ワクチンのハイパイ、アズマ1巡目から積極的に難をポンしていきます。ポンしていいシャンテン、まあでもここ想像の勘違い払いますよね。トイトイか法律か、はい、何も仕掛けていきましたね。そうですね、はい、まあ、和久津さんが先に先行していったっていうことで、はい、まあ、東さんにプレッシャーがかかってきてるっていうのはあると思いますね。やっぱりこの仕掛けっていうのは今までここまでの東さんの戦い方ではないと思いますんで、はい、これだってリーチ来たら苦しいですもん ね、 そうですよね。ここで和久津さんからリーチ来たら相当苦しいんで、はい、もうこのワクツの親を終わらせに行きたいっていう気持ちもあるんですか。いやそういうわけではないと思うんですよね。茅森さんとの点差を意識して茅森さんとの差を広げたいっていう仕掛けだとは思うんですけど、はいはい、でさらに高打点になる可能性を秘めていただけに、はい、まあ、当然簡単に上がれるように手が伸びてくれればそっちに受けるんですけど、はいはい、で決め手になる可能性もある手配だったっていうことでしょうね。なるほど。さあ今ここスチーピンの転配になっています。はい、ピンも積もぎります。このスチーピンは現状ですと、山には5枚生きていますね。スーピン積もりました。400700、はい、は600、900の上がりとなります。三脚親は東です。ドラは3ピン。親の東の手配。こちら茅森の手配です。
いや厳しいですね。九州ありそうですねこれ。はい、九州ですね。九州10敗。これは流直させるのがやった方がいいところですか。まあ僕は流しますけど、はい、ポイント太さをどう考えるかですよね。もうこのままではちょっと厳しいって思ってるようであれば、はい、あの国士狙うんでしょうけど、うん、まだまだ十分チャンスありと思っていたら僕は流した方がいいですよね、うん、ここであの九州協会しなかったことで、はい、まあ、自分の上がり率は相当低いわけですよね、うん、でその中で東さんがあの、まあ、自分の手配が悪いだけにターチャの上がり率が高まって、はい、東さんの、まあ、4000オールとかはもう最悪の展開になってしまいますんで、はい、はい、ここは茅森は、九州9杯の流局を選択しました。この3局1本場ドラワで安蔵です。ローピン切り、まあ、打点を作りに行って、うん、あの一気に満足一色まで行くんですかね。内山はもうこうやって打点作りに行くってことを強いられているような状況ですよね。まあそうですね、うん、はい、と移行していきます。さあ、仕掛けがありました。ワックスがパーピンをポン。ワックスはタンヤオの仕掛けでイーシャンテンです。うまくいきましたね。カンサンズ落ちしてスッチーマンのテンパイタンヤオドライチです。苦しいかと思いましたけどね。はい、うまく、泣きたいところが泣けました。これはかなり枠数が有利に見えます。まあ、枠津さんとすれば、はい、まあ、茅森さんよりトップ上の着順にいれば、はい、安泰ですけど、はい、まあ、東さんよりも上には痛いですよね。うん、もうより確実なものになってきますからね。はい、やはりどうしてもトータル2着だと狙われる位置にいるのと、そうですね、まあ、はい、1人にまくられても大丈夫っていう位置にいるのは全然違いますよね。はい、いや、イーマン打たないんですね。もう枠津さんが仕掛けて自分の上がりの可能性が低いと。はい、ここで茅森から数万が出ました。これで、タンヤオドラ1の2000点の上がりですね。2000は2300。その辺りの今の東の距離の測り方みたいなのは結構ピントが合ってるんですかね。まあ、っていうかあの、まあ、今のは枠津さん警戒じゃないですよ。枠津さんはタンヤオなんで、はい、あのもう自分の上がりがないので、はい、万一にも内山さんの染め手を進めさせるわけにはいかないっていうことなんでしょうね。
その4曲です。親は内山、ドラはスーソです。実は2メンツです。ここで3面とイシャンテンですね。まあ、すぐに内山さんはすぐにテンパイするようだと、はい、打点を求めてテンパイを外したりする可能性っていうのもありますよね。うん、先ほどもあのチードイツ見逃したりした局面もありましたよね、はい、打点を追って。これは理想的に変化してきますね、はい、まあでもあのピンズでジャントを作らないと一通にはならないので、はい、まあ、ペンチャン外してリアンウソの重なりからの面単品だとかを狙う手もありましたね。うん、まあ、ここでも急走パスを打ってもおかしくないです。あ、まあ、これはもうペンチーソーでのリーチ行くっていうことでしょうね。うん、マドラを引き入れます。まずはチューンを重ねてここでターツ選択となります。パス数万切り、じゃあもうここでチーソー引いてテンパイ、イースーソーでリーチといきます。何が現物なんですけど、あ、まあ、3番も現物ですね、はい、うん、もうこれはドラドラなので茅森さんとしてはポイントを稼ぐチャンスなので、はい、あの現物とはいえ待ち頃の難は簡単には打ちたくないところですね。イースーソーは、現状2枚ですね。スーソーと1枚、いや、テンパった、あ、1枚かテンパしましたね。カヤムさんリーチに行った、はい、何段階でのリーチといきました。いや、すあ、今ローソー通ったんですね。そうですよね、通ってなきゃいけない。うん、もう東さんは直撃は許されないですよね、はい、点数状況的に。いや、面白い戦い、はい、難は山に2枚残っています。対してイースーソーは、あ、ここで難が内山から打たれました。裏が乗った、あ、裏裏ですね。クリーチチートイ、ドラドラ裏裏、いや、これで茅森さんも一気にこの半チャンのトップ争いに加わりましたね。はい、やっぱりあの現物の難を簡単に切らないの大正解になりましたね。はい、見事な上がりですね、はい、ここで、難入しました、今1万2000点上がった茅森の親番です。ドラは9走、内山はドラの急走が統一。東はこれ
まあ本一で、あ、国士方向国士に行きましたね。まああれですね、あの、はい、国士に向かうというよりも、はい、あの万一の終盤中終盤に手詰まりが起きないようにっていうことですね、はい、一応形上は国士を目指しつつ、でも基本はもう受けを考えての手配していくことですね。茅森さんと東さんは始まる前が69、はい、8000点18、はい、まあ、まだ50ポイント差あるわけですもんね。結構厳しいですね。茅森は手配が伸びてきます。ここで多発選択となりますが、ここでアンマン、そうですね、あのこういう状況、あの、はい、東さんが、まあ、かなり国士模様の捨て配しているし、はい、まあ、内山さんもその無理な手作りをしなければいけないんで変則的な川になってますよね、はい、まあ、こういう時ってあの山にどういう牌が残っているかってすごく読みづらいので、はい、まあ、自分の形に素直に打っていくのがいいですよね。うん、いや、和久さんがすごい仕掛けですよね。はい、マンズを地位しましたが、はい、そうですね、和久はかなりリスキーな仕掛けというか、まあでもこれは、はい、あの実はさっきまでと比べて全然リスクが少なくて、あのこの状況で、はい、東さんと内山さんが天牌が入る可能性は極めて低いっていうことを読んでいるからこそ、はい、なるほど、あの上茶、はい、今ライバルの茅森さんが上茶なので、はい、プレッシャーをかけようっていうことですね。その仕掛けから相手の出方を見たいなっていう仕掛けですね。なのであの今一品打って、はい、あの茅森さんの安全牌の2品を残していると。うん、リーチですね。カードに先輩しました、はい、サブロスコでリーチ。もう和久津さんからするとこれで現物だけ打って上がれたら、はい、ラッキーってことですよね。うん、あの絶対現物以外切らないですね。まあ、とりあえずチースを打つんでしょうけど、はい、でローピンや3万のどちらかが通って、はい、なおかつ逆側にくっついた時だけ上がりに行くんですね。うん、もう必ずあの無筋は切らないので。さあ東も考えています。ヤンマン切り、内山もメンホンドラドラのイシャンテン、ここで、ワクツは初のアンコートシーンに入りました。そうですね。ションパイですからね。はい、っていうかもう茅森さんの現物以外を切ることはないですね。うん、うちはもうここで白、白はションパイです。じゃあ数層テンパです、ね、じゃありません。ここは、はい、今のが茅森の最後のツモでした。茅森の一人テンパで10局となりました。第1局1本場茅森の連チャンです。
茅森さんにとっては、はい、ここをあの枠差を逆転できるかできないかはもう相当大きいところですので、うん、裏割りあんまんです。1着順ごとに1万点分の順位馬がつくこの B ルール。まあ、なので20ポイント違うってことですからね。そうですよね。はい、邪魔はやはり高打点を目指さないといけない。そうですね。まあ、あの親が残っているんで、うん、必ずしもそうっていうわけではないですけど、はい、まあ、そうしたいところですよね。はい、まあ、あんこが2つになりました。イーシャンテン、高山にパーピンを引き入れて、ここはチーマン切り。東さんは役割にしたいですよね。はい、茅森さんはシンプルに9ピン切り手役を置いたいとこでしたけどね。まあでもここは一巡でも早く転廃してリーチ行きたいんでしょうね。はい、3万を積もって9万を切り出します。さあ、東がここで、断面転廃。まあ、これもリーチ行きたくないんでしょうけどね。うん、1000万のリーチを打ちます。まあ、でもここで積も上がりができるようならば、はい、かなり大きいですからね。茅森さんが親ですからね。はい、いやでもウピンは痛いですね。うん、3アンコになる。もちろん半ポンでリーチ打つ手もあるんですよね。はいはい、リーチ打たなかった以上は両面変化させるんですけど、はい、思い切ってじゃあシャンポンリーチを打っていれば結果的には3アンコを積もっていたと。はいはい、そしてこのイースマですが、現状イーマンはもう山には残っていません。数万が2枚ですね。まあ、ドラのリャンマンはさすがに、はい、これはちょっと東のリーチに対して、まあ、少しちょっと対応させられているというような状況ですね。そうですね。まあ、あの点数状況的に、はい、まあ、このまま流局でもやむなしって思いますよね。まだあの流局したところでトップは現実的に目指せますから、はい、ただドラだけは、はい、ドラでの報酬だけは万が打ってしまうとまた苦しいところに戻ってしまうので、はい、もうおそらく茅森さん自身も、はい、まあ、ほとんど通るだろうなとは思ってると思うんですよ。はいはい、ただその万一当たってしまったらここまで積み重ねてきたものが、はい、っていうことになっちゃいますからね。さあ、イスーマンは残り1枚だけ、スーマンが山に残っている状況です。
現物がないんですね。東が残り1枚を積もれるかどうかという、状況でしたが、先ほどのローマン切りで、最後の積もでしたね。これが敗退牌になります。ここは、東が、1人転敗で対局。親は移行して、次は枠津が親になります。何で2本番の親番です。ドラは数ピン、こちらワクスの手配です。持っているように見えます。森は薬牌が統一で入っています。ワクスイシャンテンですね。ワクスローマンを引いて考えています。ここで、ジャンシャンテン戻し、アンパーピンのタツを払っていきました。もう理想的なツモですね。今仕掛けるのか難しいとこだなと思ってたんですよね。はい、チュンが出た場合ですね。強弱もありますし、はい、もう枠津さんでここで枠津さんにここで上がられるとトップがちょっと厳しくなるんで。はい、まあ枠津の親番を流すっていう意味合いの仕掛けを入れても。まあ、さらに供託とかあるんで、上がれば瞬間トップ目に立ちますもんね。はいはい、しかしまあ面前で今チュンがあんこったことによって、まあ打点も終えるようになったと。そうですね。まあでもウーピンだけはチーするのかどうか難しいですね。はい、したいけどしたくないみたいな、はい、そう考えてる間に勝手にウーピンとか積もってくれるのが一番やっぱ嬉しいところですよね。それは嬉しいですよね。はい、ドラを引いてウーピンを切り出します。内山は乾燥を引き入れてイーシャンテン9万切り。さあ、ワクツがテンパイしてリーチできました。ウッパソのリーチ、リーチピンフドラ1です。安蔵はつもぎり現物ですね。さあ、東さんと茅森さんはどこまで押せるか。これで茅森さんは行きやすくなった、はい、このウーピンは厳しい。ここは3万切り、パスは山には4枚残っています。あ、失礼しました、3枚でした、3枚残っています。パーソーが1枚、ウーソーが2枚ですね。お、しかしワクツこのパーソーを積もりました。1積もピンフドラ12600は2800オールの上がりとなりました。供託のリチボが2本出ています。これで、結構大きな点差が、また茅森とつきます。そうですね。はい、
さあ、ワクツの連チャンです。何曲3本場ドラはスーソです。今の上がりでかなりワクツは優位に立ったんじゃないですか。そうですね、はい。ドラの数層を重ねなさ、東。茅森からするととにかく、まあ、東よりも上の着順で、はい、かつ、まあ、点差をできるだけ広げてっていうところですか。まあそうですけどね、まあでも和久津さんより上なんとしても行きたいですよね。まだ何2曲ですからね。残り3曲は最低でも、はい、あります。まあ、あと和久津さんを逆転しない限りは、はい、あの東さんともそうそう差はつかないですからね。差は縮めらんないですからね、かやもりは、1、2、3、3色のイーシャンテンです。東は白を重ねましたが2枚切れ、はい、うん、つもぎりですね。ここでウーピンを抱えてペイを切り出します。かやもり白2貫老ピンを入れました。イーシャンテンです。もう役割にしたいのと、はい、茅森さんの現物は減らしたくないっていう打牌ですね。さあ、奥津パーピンを仕掛けて、ウーソーとローマンのシャンポンで転牌、はい。パーピンだから仕掛けたってとこですね。普通ローマンとかも仕掛けるんですけど、はい、まあ、茅森さんの現物が1枚になってしまうので、はい、ここがギリギリのバランスだろうっていうことですね。やっぱりここで今茅森さんからリーチ来た時に直撃されてしまうのは避けたいですよね、はいはい。まあ、もしかしたらここから全部ベタ折りしててでも残れるかもしれないぐらいのポイント差ですので、はいはいはい。転敗しました。茅森筋引いたらもうローマ打ちますね、はい。あ、ここは東さんがポンテンだ。仕掛けましたね、はい。東はサブロストンの転敗です。さあ、ここでワクツが当たり牌のジャンゾーを掴んで、いや絶対切らないですね。これはチーソー打つかローマン打つかどっちも現物なんで、その選択ですね。これリャンズを打つことはないと思います。非常に考えています。パーソー、あ、パーソーも現物か。はい、パーソー現物じゃないないですね、はい。いや、これは2巡目に一応チーソーを切られてますが、まあ、確かにすごく通りそう。あ、東さんにローマンないしチーソーで打つのを嫌ったっていうことなんですかね。ジャンズをここで重ねます。そしてローマン切り、まあ、どちらか選ぶしかないですからね、はい。ジャンズはリーチをかけた時点では山に3枚残っていたんですが、今は残り1枚となってしまいました。おお、しかし最後のジャンズをかやもり積もりました。力強いリーチ積も3色で、2300、4300流れになります。
積もりましたね最後の。いや面白い、はい、これでかなりまたこの4回戦のトップ争いが面白くなりました。そして茅森さんは万一逆転できなかったとしても、はい、東さんとこのままいけば30ポイントぐらい縮めれてますもんね。はい、さあ、ラスト前 3曲です。親は東、ドラは数万です。そして東としてはここの親番と残り1曲で何としても加点しておきたいところ。そうですね、まあ、東さんからしたら、はい、もうこうなったら2着じゃなくてもいいと、はい、3着でもいいけど、はい、まあ、これ以上差を詰められないように、うん、まあ、もしくはその和久津さんトップのままで終わってくれればよしっていう戦い方にするかもしれないですね。なるほど、はい、確かにここで茅森にトップまで行かれてしまうとだいぶ差が縮まってしまうと。そうですね、最終戦が約30ポイントぐらいの差に なるので、まあ、十分チャンスありの点差ですよね。そうなれば、シャーチャのカヤモリはシャーがあんこで入ってます。まずここで、3ピンを切っていきます。普通に差しの3色まで見えるが、ここは急そぎり。和久津さんもやっぱり茅森さんに逆転されると、まあ、安泰とまでは言えないので、ここトップ取ればもう安泰って言えるぐらいになるんですけど、はい、まあ、ラス引いても大体大丈夫みたいになるんで、はいはい、こだわりたいとこではありますね。ここで和久津が茅森にまくられてしまうとやはり三つどもえのような状態で、まだまだ3人誰が、はい、あの決勝進出かわからないですね。うん、茅森はベンチーピンを引き入れました。うん、高打点を目指さざるを得ないっていうところですね。そうですね、はい、地層も面白いけど、まあ、やっぱり柔軟性からしたら嘘ですからね。はい、あまりカンパースを引けるテンパイ、ここはカンリャンマンでリーチといきます。リーチ者、はい、はい、まあ打点もですけど、これプレッシャーも相当なもんですからね。はい、はい、まあでも東さんどうなんですかね、行く可能性はありますね。現状カンリャンマンは山に残り3枚、まあ、カヤモリは闇手にしていればドラの数万を積もって闇変化していたんですが、いやでもリーチ打ちたいですよね。1300ないし700-1300ではちょっと物足りないですよね、はい、打点的に闇手にして積もってしまった時とかにですね、まあ、さらにここのリーチは相当プレッシャーになるんですよね。東さんこれ手がまとまってるんで勝負いく可能性ありますけど、はい、8000打ったらもう本当に最後着順勝負ぐらいの感覚になってしまうと思いますんで、うん、はいはい、さあ、内山が天敗ですが、ここはドラを切ってリーチといきました。いや勝負どこですね。茅森さんにとっては大事な一局ですよね。リアンターピン薄いですね、はい、でも東いや和久津からすると内山がここでリーチを来てくれるのは結構嬉しかったりするんですかね。うん、いやまあそうです、そうですね、うん、まあ、自分が折り切れるんであれば嬉しいですね。うん、まあ、ここはまあ数万は現物ありますけどね、もう任したぞっていうことですね。さあ、リャンマンはまだ山に3枚来てます。カンリャンマンの街を残ってますね。はい、ヤンパピンはちょっと薄いですよね。ヤンパピン2枚かな。
どうなるか。ホニージャンマンが1枚さ、ジャンマンは残り2枚。これで残り1枚です。ジャンマン、背底、背底で内山がジャンマンを掴んでしまった。大きな、このイーハンも大きいですね。この背底のイーハンも、はい、リーチ背底者、5200点。はい、5200点の上がりとなりました。はい、これで、かやもりがトップ目に立ってのオーラス、このままの着順で終わると、最終戦は、かなり水どもえの、並び、そうですね、はい、まあ、枠津さんがトータルトップ目なんですかね、はい、さあ、内山の親番です。オーラスドラは吐く、最終戦ここで、まあ、枠津はやはりかやもりをまくることを目指して。そうですね、まあ、それは理想的ですけどね。枠津さんトータルトップなんで、このままの並びでもよしって考えるかもしれないですね。あの、まあ、この曲だけは、はい、まあ、内山さんは本当に降りないと思うんで、はいはい、まあ、あまりにポイント差がありすぎるんで、はい、まあ、降りちゃうこともあるとは思うんですけど、まあ、内山さんは降りない前提で考えておいた方がいいので、はい、そうなるとあのやっぱりリスクが相当増してきますよね。自分が決めに行って、はい、あの補充してしまったら、うん、あの今のトータルトップの位置が、はい、あの危うくなってしまうので、うん、まあ、手配との相談ですよね、はい。で僕ならば今の枠津さんの手で、はいはい、純也難は仕掛けたくはないですね、このままの形では。と内山が天敗してリーチできました、うん、ドラの白短期白短期ですね。いや、せっかく気づいたトップ目だから茅森さん行きたくないですよね。大チャンス手ですけどね、ドラドラで、ドラドラで、まあ、ひとまず様子を見て、はい、これもし、はい、つも伸びたら、はい、攻めるかもしれないですね。かやもりさん、かやもり、はい、この内山のリーチってちょっと読みづらいですよね。もうどんな手でもリーチきそうな局面で見るのか、打点はあると見るのか。僕ならば打点はあると読みますね、はい、まあ、打点がないんであれば、はい、かなりの光景、はいはい、ここで今例えばリーチのみのカンチャン待ちとかであれば、あの順目的にも大きく、はい、まあ、全く大きくいける可能性のない手配もありますんで、はい、そういうんだったら話は別ですけど、はい、あの早い順目なんで手役はできていないだろうっていうふうに思うのは危険な考え方だと思いますね、はい、さあ、ワクツはリーチに対して打つ牌に困っています。ここは数ピン、この現状この上がり牌の白は山にはありません。かやもりが統一で持っていて、ワクスが1枚、東が1枚持っています、はい、失礼しました。いいじゃんって、ひとまずリアンゾーが現物、パーピンも現物、はい、いや怖いですよね、まあ、チューン打つしかないですよね、はい、まあ、今
もうイーマンですね。イーマンの方打ちますね。数万取ってました。はい、ここはイーマンの暗号としてなります。無理やりの切り。いや、今の茅森さんの手入って、はい、まあ、リャンゾーとパーソーどちらもまあ通りそうですけど、リャンゾーは確実な現物なんで、はい、スッてリャンゾー切りそうなもんじゃないですか、はいはい、でもまあ昇降しているっていうことは、はい、もうこれテンパったら勝負いきそうですね。どこのターツを残す、どこでターツができたら上がりやすいかっていうのを今必死に読んでいる、はい、っていうことですよね。これ行くかもしれないですよ。さあ、天敗です。完治層の天敗どうするか。いや、これリーチ行ってもおかしくないですね、はい、考えてます。行きましたね。はい、完治層でのリーチ、ドラドラのリーチを打ちました。いや、トップ目でこのリーチが打てるのは相当強いですよね、はい、まあ、まだトータルポイントでは追いかける立場っていうことを、はい、まあ、しっかり状況判断ができているっていうことですよね、はい、この地位層は山には残り2枚です。いや、これは枠津さん、東さんからしたらめちゃくちゃ怖いですよね。うん、この状況で親に対して追っかけリーチに行くっていうことは、はい、まあ、それなりの手配に間違いないわけですから、はいはい、そしてワクツは今そのチーソーをつかみました。いや、3万打ち切れない以上は中抜くことになりそうですよね。数層を中抜くことに、はい、ここは数層、今通った数層の現物を、中抜きました。ワクツこれで、チーソーは山に残り1枚。茅森の当たり合いが山に1枚残っているだけの状況です。最後の相撲、はい、これはいいそうで流局となります。親の内山、そして南朝の茅森の天敗、2人天敗で流局です。内山のレンちゃんです。南四局一本場、ドラはウーマンです。茅森薬杯の初が統一で入っています。まあ、茅森さんの立場からすると、はい、まあ、何が何でもこのトップは守りたいので、はい、仕掛ける可能性ありますね。うん、まあ、たださっきの局と一緒で、はい、内山さんがもう降りない可能性が非常に高いので、うん、受けを弱くしてしまうのは危険ですよね。その折り合いをどこでつけるか、はい、内山が売りないということを前提にいくと、まあ、この下茶に座っている分、はい、仕掛けを入れた後も仕掛けやすいみたいなのも考えたりもするんですか。まあ、それは当然考えますね。ですけど、まあ、当然仕掛ければ仕掛けるほどリスクは高まりますんで、はい、こうなると次2枚目ですし形が良くなったんで仕掛けそうですね、はい、うん、1枚目はスルーとしていました。ここで東が天敗を入れました。タンヤ王の天敗、ヤンウソでリーチです。
まあ、これは、はい、東さんリーチ行かない方がいいんじゃないかと思ったんですが、はい、まあ、万一茅森さんから出た時に茅森さんを2着に落とせる可能性があるからっていうことなんでしょうね、はい、はメンツカラーで山を切りました。邪魔はチートイツのような手配になっています。ダウン首相は現状山に残り2枚。内山さんはテンパイ取れるか。これででも内山さんかなり攻めやすくなりましたね。ドラが4枚見えたんで、はい、まあでももうここは連チャンできるかできないかのところですもんね。ポイント関係ないですもんね、はい。ここに断蔵が来てしまいました。まあこれもうメンツで見ないでチートイツですよね。さあこれでダウン層はもうなくなってしまいましたね。少しでも点差を詰めておきたいみたいな意図が東はあったのかもしれないですけど、やはり闇戦だったらすぐに上がれていたような、ね、まあそうですね、はい。はい、ここは東の一人転敗で優勝となりました。はい、これで4回戦が終了しています。4回戦は茅森のトップ、そして2着に、あ枠2、3着に東、そして、ラスに内山という結果で終わっています。